皆さんこんにちは。今日は奥行き感のある鉱石ネイルのご紹介です。このチャンネルではプロのネイリストも知りたくなるネイルテクニックを配信しています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では早速ベースジェルを塗った後に固めのパーツジェルを塗っていきます。デコボコのベースになる部分を作っていきます。真ん中あたりをメインで渦巻くようにのせていきます。かなり固めのジェルなので溶けが出すぎるとコーティングの時に出てしまうので、硬化前に必ずチェックをして硬化します。次に粒感の全然ないメタリックゴールドジェルを塗っていきます。先ほど作ったデコボコを埋めすぎないようにジェルの量はカスカスで真ん中中心に塗っていきます。こんな感じで一度固めます。次に粒が細かめの同じ色味のラメのジェルをデコボコ感の強い真ん中を中心に塗っていきます。この時もジェルの量はカスカスで塗ります。上から重ねるくすみブルーの色味を作ります。フリジェルの S の807とリッカジェルの 108C を1対1で混ぜていきます。クリア系カラーをミックスすることで絶妙なくすみ感のあるシアカラーができます。はい、その前にクリアジェル、ちょっと固めのクリアジェルでぷっくりを作っていきます。これが仕上がりのうるうる感を表現しています。しっかりぷっくりさせていきます。一度硬化します。先ほどミックスしたカラージェルを塗っていきます。全体にムラ感を出しながら塗っていきます。ジェルが溝にたまる感じで OK です。こんな感じでぼやっと濃淡がついたら一度硬化します。さっきのカラージェルで色味を調整しながら、シア系の茶色リーフジェルの K の13を、真ん中は触らないようにアウトラインにちょん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 のせていきます。シア系のカラーは結構ちょんちょんするだけでぼかしやすいので意外と簡単です。最後にトップジェルを塗って完成です。トップジェルも端から端までしっかり塗っていきます。真ん中ら辺をぷっくりさせてるのでジェルがサイドに流れてボテッとならないようにだけ気をつけます。こちらで完成です。ベースのメタリックのデコボコの上にシア系カラーとクリアのぷっくりも乗せているので夏にぴったりなデザインになってます。本日使用した材料がこちらです。今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。